歌のスターパレードは、1968年4月6日から1975年9月、および1976年10月2日から同年12月まで、富士テレビで放送されていた、歌謡番組である。第1期、第2期ともに、土曜12時台に放送。直後の13時台には、同じく歌謡番組の定畜家のビッグショーが放送されていた。 1> 第1期は7年半にわたって放送されたが、第1期の終了から1年後にスタートした第2期は、わずか3ヶ月で終了した。第1期では、月の家遠京が司会を、紀沙織がアシスタントを務めていた。ただし、月の家が出演していたのは1974年3月までであり、以後の司会者については不明。また、第2期の司会者も不明。第一期の前期には、 東京ビデオホールからの後期には新橋ヤクルトホールからの生放送を行っていた。第2期は収録番組でフジテレビ本社旧社屋の第7スタジオで収録されていた。いずれも日本標準時。番組制作は当初はフジテレビが単独で行っていたが、後にフジテレビとフジプロダクションの共同制作へ移行した。参考、参考。 特筆のない限りすべて同時ネット。ありがとうございます。